そろそろ規模が絶対前回より大きくなりますよね。どう考えても なりますかね。なんで早いもん勝ちでをよしとしてビーチのままの規模で行くのか、もう一個また前のキャンプみたいに大きめの場所にするのか。なるほど、そこら辺ももうアテンドだけで50人だけとか、アテンドだけで5人、そうですね。金牛さんと話してた時にもう本当にキャンプやっちゃえばっていう話ちょっとなったんですけどねただ WiMAX だ Wi-Fi が届かないんですよって話です。そうなんです、Wi-Fi が届いてお手軽に借りれて結構規模が広いところがあれば、Wi-Fi はもう諦めた方がいいんちゃう。だってワードキャンプ東京も Wi-Fi なかったよ。え、あったっけ。なかったんじゃ。あれなかったでしたか。神戸もなかったし。え、神戸もなかったよ Wi-Fi。 あれでも僕つばいてたの、あれ WiMAX 来てたんですか。ユーストもできないってことなんですか。でもユーストしたいですよ、ね、だって、いやでもユーストは別回線で用意するわさ。ああそっか。何か案があればそろそろ本格的に動いていかなあかんですね。去年は確かに今頃から動き始めて、そうそうそう、最後火の車になって大爆発したって感じでしたね。こんな気軽なコミュニティですので、好きにご意見ください。そんなこと言うんじゃねえなんて誰一人も言わないんで。人数が多そうだけど会場が抑えられないっていうようであれば、なんかこうビーチのこの間の場所でも2日に分けてやるとか。もうなるほどなるほど。であと名古屋市内でやるんじゃなくてちょっと郊外に行くとかね。うん、確かにそうですね。名古屋市内じゃなければ多分人数同じ規模でもまあそうですね。名古屋市内に住むことも一気に参加者が増えるような。確かに市内去年はちょっと遠かったですけど180系大丈夫だそうっていうと。だからそれでもええよな。そうですね。安藤さん他になかったですよね会場って。結構調べましたもんね去年。死ぬほど調べて南あそこでワイマックスっていうかなんだネットが使えて会場使えて。そうですそうですよね。そうですよね。だ あれ以上の規模やるんだったら1年以上前に計画しなあかんよな。来年にするかじゃん。そっか、どうしようかな。だからもう多分100人数ヶ月後にやるんやったら100人規模のイベントになるから、それやったら100人もう100人で決めといて切ったらいいやん。であとは融資するし。そうですね。英語が100人聞いてみると、希望100人辺鄙のとこでもいいの。100人やったら辺鄙のとこでいいやん、うん、去年8月のいつやりました。8月のね、26、27。8月の26、27か。12か11、12とかでもいいかな。あ、そこら辺もそうですね。別に夏じゃなくてもいいしね、うん、夏じゃなくてもいいです。ただ10月ウィンターにしちゃいます。ウィンターにしてワードスノーみたいにやっちゃうってのもありかな。スキー場でもうなんかもうワードつけたら何でもいいやろ。そうですね、立派なキャンプというかワードキャンプ東京だとか結構すごくドシャーンと立派なところだったんですけど、名古屋は結構自由にいろんな周り見ていただいて分かると思うんですけど、いろんな方出ていただいて自由な空気ですので、好きにやっていいかなと勝手に思ってます僕は。はい、そうだな。なので、まあ、夏に限定しなくてもちょっとずつこれから進めていきましょうか。名古屋はキャンプはやらない。もうビーチで行く。じゃあ反対にマジでビーチを合宿だけにしてもいいよね。うん、あ、そうそうそう、それもいいかもしれないですね。ビーチを合宿だけやって別荘でキャンプやるってね。なるほど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 。ビーチはだからもう全員実費で
なるほど、ね、あのなんかスポンサー取るとかじゃなくてもう新米子でやろうまた出る人が全部実費を場所が回ってで合宿でやるっていうぐらいの規模にしておいてキャンプはゆっくり考えてもらうんじゃないかな、うん、それします。じゃあとりあえずあのまた南浜を抑えて、うん、やろあの野添さん、野添さんをもう酔わせて それ企画かよもうそうですね。あ、じゃあもう5時なんでユーストフォーさん終わります。ありがとうございました。じゃあ流れとったところですよ。野津さん聞いてないことになりますよ。野津さん多分もう今向かってるはずや。あ、そっかそっか、はい、そうですね。じゃあユーストフォーさん終わります。じゃあとりあえず去年と同じ場所